がみしゃこと Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄ハイサイグスーヨーチューガナビラ、今日の沖縄ユンタク放送は3と4で三振の話3と4三振で、3つの心三振3つの誠三振とかですね、いろいろそんなテーマで、紹介していきたいなと思います。田渕さん、はい、この前3日前に一緒に、うん、あのカチャーシーを踊ったり、はい、あの大地と、はい、愛子さんと、はい、そしたらあの動画が思わぬ反響で あっちこっちから電話がかかったみたいですよ。あきさみよ大和から、うん、お動画見て愛子さんねえねえあんしあの元気やるとかなんかいろいろと田渕さんのつるばったりカチャーシーを踊ったりするのが面白いって大爆笑したりとかですね。はい、それでですね、はい、田渕さん、うん、今年齢は80歳ですけど、はい、もう新たな挑戦する三振も挑戦、 iPad も挑戦、パソコンも挑戦、もうそのエネルギーとかこのモチベーション、テンション、その話を、聞きたいと思います。本当に人生100歳時代って言われるようになって久しいんですけどね、はい、まさしくその人生は100歳時代っていう、しかも元気で健康寿命が100歳という時代が身の回りにたくさんいるなと思います。でその前に田渕さん自己紹介も兼ねて、はい、田渕さんはうちなんちゅうやいびいちが、うん、ヤマトン海投げんういびいたリア、うん、長いこと、うん、内地にいたじゃないですか、うん、何年前内地にいて、うん、何年前に沖縄帰ってきたんですか。もう内地に渡ったのはもう50年先だけど、渡ったのは50年前、うん、はい、で内地にやんちゅくて、にやまとんかやんちゅくて、あ、じゃない、通訳しますか、東京ですか、どこですか。東京で家も作って建てて、うん、はい、建ててね、はい、でもあのうち本石院、はい、本石院、はい、本石院東京、うん、あ、はい、なんとね、大和に中なって、あ、もうわらばたすだてんち無党たるわ、はあ、沖縄に、あ、もう東京で本石も東京に持っていって戻る気もしなくて子供たちも育ててと思ってたわけですね、うん、はい、やしがよ、やしがよ、だからよ、違う、しかし生まれ島力があるの、あ、生まれた島沖縄は力がある、うん、呼び戻す力まである、なんや、はあ、病気し心臓を患って心そう、くれな大和んで暮らさない島海峡料理や、はあ、はい、ここからです。もうずっと私もそうなんですけど、沖縄よりも東京がいいと、私も沖縄より横浜がいいと合ってると思ったんですよ。だけど田渕さんの場合は沖縄が呼び戻す力があるのは心臓を患ったわけですね。それ何年前にですか。そうだね、平成元年に、平成元年にもう仕事に、うん、仕事行って職場で倒れて、あ、仕事場で倒れて、これ大事なと思って、これは大変だと思って、うん、なし満開消えて島を落ちるしなりいると、ああ、じゃあ田舎に帰って沖縄に帰って、うん、もう沖縄で死ぬしかないと、あの思ってうちの赤い系ってたちが、うん、秋さみよ、うちの赤いってならだんだん元気になって、あ、沖縄に帰ったら元気になった、うん、はい、吉野ちゃんいていいね、はい、友達になったり、せっかくうちの赤い系ってておるもん、生からやってん方言し、うちの赤口し言うんたくし、あ、これも私と共通点、うちの赤口は聞けるけど話せないくなりますよね、はい、30年も50年もいたら父性ないし、はい、話にならんよ、話にないびらんせ、うん、だけどこうやって話したくなるわけですよね。そしたら脳がボン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 英語覚えるように、うん、達成するわね。そうですよね。そうすると弟子の茶や増える、友達は増える、うん、で甘いじ熊いじ多くなってくる、はい、あっち行ったりこっち行ったり、うん、誘いも増える、安心するうちに、うちなんかちょるもの、うちなの歌ならないね、はっ、ちょっと待ってください、沖縄にうちなんちゅうやるもの、沖縄生まれなのに沖縄の歌がわからないとみっともないと、うん、はい、はい、と、まあ、生からやってんな、80ようないしが生からやってん、うんうん、うちなの歌を歌って楽しみ笑やすたし、うちなの歌を、沖縄の歌を歌って楽しもうと思った矢先に出会いましたね、うん、でその前に田渕さん、心臓手術をしてからもう何年になりますか。そう、あれからよな、三振習って一生懸命
そんじゃあ、ね、久しかな心臓が悪くなって心臓が悪くなった平成10年に12月、はい、心臓手術、はい、人工弁が2個も入ってる人工弁が2個入ってるわけですねそうしたらよ半身不随になってよ心臓終わったら半身不随ってと左側ですね左側で足を一番その前に手がもうちょっと動かなかったんですね、あった時指が映像に映るとしたら、あゆびたのこんな、こんなですよ。あ、そうですね。あ、こんな感じでしたね。こんなしてね。はい、それが自己リハビリをやって、うん、少し良くなったけどね、やっぱり左の手やよ、うん、役を立たん。うん、なんだ、おそらく力なんだって、諦めていた。諦めてましたね。うん、その最初にタオトさんと出会ったのが偶然っていうか、必然っていうか、うん、私はそういう時に奇跡の出会いって言うんですけど、タオトさんもそういう奇跡の言葉をよく使いますよね。うん、そうでしたね。その時に忘れもしない、半年前ぐらいに、はい、私は、友達とダチョウ農場で待ち合わせしたんです。そしたらタオトさんはそこにコーヒーを飲みたい、カフェに行きたいって車を止めてたんですよね。その時に田畑さんが親切に今日は休みじゃなくてあのオーナーがどっか出かけてるよって声かけてくれたんですよね。わざわざ車に座ってるのに降りてで降りてで窓も開けてで、やったんですよね。でその時に今静かにみかん農家の人が来て、その時にわざわざ車から降りてちょっと少しやっぱあっち行かんていって言うんですかね、はい、あの歩きそうにやってましたよね。ゴミゴミしよう。そうですよね。ちょっと今痛かった。大変お世話になってるみかん農家の比嘉さんが無理力でって言ってまた私の門宿や畑の役立つものを持ってきてくれたんですけど、じゃあ話ちょっと一旦中断したんですけど、私が車あ店閉まってるんだなと思って立ってる時に田畑さんが車で窓開けて今日今オーナーは出てるよって言えばいいのにわざわざ降りてきてくれたんですよ。そうだったな。それに私はその時に降りてきたわけですね。その時に田畑さんが歩きそうに、うん、でしかもパッと手が目に入ったんですよ、うん、あ手が不自由だと。でそれで脳梗塞かなと思ったんですよ。でそしたら心臓の話になって、それからの出会いですよね、うん、でその時に私はもう忘れもしません、三振が弾けますよって言ったんですよ。です、ね、握手もしたんですよね。握手もして、で田畑さん言ったんです。いや本当は今みたいに沖縄帰ったらもう沖縄の歌も歌いたいし三振もやりたいけどっていうこともあの時に会って5分ぐらいで話したんです、全てね。でその時に田畑さんがもう一回 DIDB しようって言ったんです、はい、したいと。で本当はすごい自分自身がうまいんですよ。人を治すぐらいの気候やらもう本当に心の病から、うん、いろんなことをやってカウンセラーなのに自分のことがやっぱりできなかったんですよね。人のことをするけどね、人のことをする、それも分かります。でそして私もあのすごくまたあのそういうリハビリがうまい大峰先生を紹介して、うん、で、あって痛いっていうのを痛いっていうのを思い出したわけですよね。であの時も良くなったけど、うん、あとは自分でやったんですよね。そう忘れもしません、うん、あの痛さを思い出して、はい、自分で痛い思いを自分にしたんですよね。そういうこと、ね、うん、痛みで止めていた自分自身の治療法が痛みを乗り越えて治療なんだ。あ、痛みを止める治療方法じゃなくて痛みを伴って治す方を自分でやったわけですね。だから痛くない治療をしたら誰でも痛くないさ。あ、痛くない。でも悪いから痛い、あ痛いからその痛みを耐えてうわーとこうやってね、もう折れるんじゃないかというぐらいやった時にこの痛みが消えちゃう。ああなるほど、ね、それが治る秘訣に気がついた。あ、うん、でそれからもう本当に半年間特に気合い入れて、そうそうそう、でそれで田畑さんが嬉しかったのが三振を、うん、じゃあ始めると、うん、竹信三振和文竹れと、うん、で言った時にわっもうピンときたんです、これだなと思って、うん、で、って思った三振がこれです。これだ、うわもう田畑さんねこれだって思った、これはですね湯師儀のもう芯で
もう300年ぐらいならないとこんな神にはならないヤンバルの訓練の儀式で、全部からくいも全部同じ木から作って、で見たらクルチと思うような白玉も少し入って、でいいのはですねこれです、はい、この、三神のあのどうチーガーも、普通の皮じゃなくてくさび打ちで、しかもこれを作ったのが80歳なんですよ。またもう最後作れないから、うん、もう植えたお前に譲るよと、譲るよともらったわけじゃないんですよもうやりなさいとって言って、これがもうすごい気に入ってる、気に入ってるんですよ、気に入ってるんですよっていう、宝物屋さん、だからこれで空気してるのが分かるぐらい、はいはい、もう糸が、うん、要は手術後じゃないですけど縫い目がついてます、うん、思い出の三線です。やっぱり不思議な軍屋さんや、うん、不思議な部員ご縁だねって、うん、でこれで大和富士島美石が、うん、通訳字幕入り石がデジアイビーこと何時アイビーこと大和富士でこれからお願いしますいやまたそんなこと言われたってそれいきなり大和富士に切り替えるの難しい英語は得意なんですけどねでそれで、うん、意識が変わると行動が変わるって言いますけど、はい、朝散歩に行くわけですよね、はい、でさっきおっしゃってましたか、おっしゃってたか、今まで運転するのも右手だけでしたね、はい、右手で 今こう右手右足運転はね、で今は運転は両手でやってるんです、両手、はい、で今まで、グーさんって言うんですか、なんて、はい、杖も右でやってたわけですね、うん、ところが今日から、うん、左手で握って、はい、あの山を、はい、登ったんですよ。ああ、今日からもう新しくまた左手で不便だ、まだ不自由だけど左手を使って。でも登り切った時にはこの指が、手首が動くようになった。ああ、ま、これまた珍しい今日の始まりということですよ。で今日しかも実は今日もうちゃんと仕上がって。4ヶ月も待たせてしまいましたゆっくりでいいよゆっくりでいいってリハビリしとくからゆっくりでいいよって、と私のが三振ができるのとリハビリはリハビリの方が早いから、そしたらゆっくりでいいけどね最近は夢にも出るって三振弾いてるのが夢にも出るんだから、ちょっとプレッシャーもかかりましたけど、やっと今日出来上がって天気もいいんで、そうだね、今日は、ね、あの納品式ですこんな納品式は久しぶりです。この納品式もいいけど、東京から帰ってきて、うん、三味線習おうと言って、三味線本当の始めたの三振、はい、でこの三振習ったちが旅の人たち、うん、ああ旅の人たち、うん、三振を始めようと思ったのが旅の人たち、旅に出るきっかけっていうんですかね、人たち、これが平成元年、平成元年だから生から30年もなる、はあ、これを弾けるかねえして試したら出てきようと、ああ聞いてみますか、はい、もう一回最初からいきましょう。人事たち観音同士観音年うがりがりしゃことて立ち渡る、もう一回いきましょう。旅の恩人たち観音同士、歌あったという意味がや歌が分からない、歌が間違った、歌が間違ってる、どんな、じゃああれだけ、なんけ旅の恩人たち何ですか、旅の恩人たち何でしたっけ、
旅の自立観音道心地観音お潮がり小がにしゃこと立ち渡り渡り立ち渡る九ヶ根尺土地っていうのはどういう意味ですかね。九ヶ根の尺。尺、あれあれ、杯。杯。杯を兼ねて。九ヶ根の尺。はい。で、もう立っていくと。ああ、そういう意味ですね。立っていったら、大道だね。大道のこと、お堂と見よう。お堂立ち波、打ち渡り。なんとかね、もうあのこうなるとうちなうちのまた言葉の意味がもう私はもうわからない言葉になるわけですね。じゃあもう一回じゃあ歌持から伴奏ちょっといいや。すごいですよ。はい、もう一回トントンテントン。ほらこの指がまだ来ないからね。いいですね。こっからどうまたリハビリして今度は三振行くことがリハビリになるわけですね。で私もですね、どうして田畑さんと会った時に三振弾けますよって言ったかというとですね、私の動画でも右手がこっから手がない人が三振上手に弾いてるんですよ。でその人はどうやって三振弾く気になったかというと、さらにヤンバルにここから手がない人が、名前も聞いたんですが忘れたんですけど、ここから手がない人がとっても上手な人がいたんですけど、その人がみんなに影響を与えたらしいんです。でこれからは田畑さんが80歳から三振にチャレンジで、しかも20年間手が動かなかったのに、こんな風にちょっと歩き方も脳梗塞のような歩き方してたのも、歩き方はもうほとんど大丈夫になったじゃないですか、はい、足が地についたから今度は手ですね。でその時に田畑さんから私が逆に教わったのが、田畑さんが丸い棒を持って杖を持ってこんな風に練習してるって言ったじゃないですか。でその時に三振始めた人が一番、最初に困るのが三振の持ち方、こう持つのがなかなかでこう持つんですよ。でも田畑さんがこうやって丸い棒でこんな風に手を動かすリハビリしてるよって言ったじゃないですか、そしたら三振の持ち方ってもうこんな感じなんですよ。丸いものだったらちょっと練習がしやすいので、こうやってコツを教えればいいなと、三振の持ち方、弾き方かもしれないね、丸いので、ちょっと最初にこんなイメージやよっていう練習をし教えようと思いました。ヒントになりました。これでまず握る練習から、親指がもうスムーズにこうやって丸く握れる。そうこれを握る。ああそうかもしれないね。いや田畑さんが教えたんですよ私。そうね、というのはね、どっちかというとこれがこうくっついて、そうですね、親指が今までくっついてそれをこう離すことによってしかこれはこの、はい、もう思いつきました。はい、泣かないでくださいよ田畑さん。はい、思いつきました。田畑さん、奥さん、もう親愛なる奥さんを亡くしたのが2年前ですか。そうだね、はい、で田畑さんはいつも本当に明るいですけど、いつももう奥さんのことを思い出して、散歩する時も奥さんのことを思い出してっていつも話するじゃないですか、これはお父さん指です、これはお母さん指です。もう亡くなってからもうずっとくっついて離れないんですよ。よく言うよ。もう離してください。わかりました。でその思いでここが離れると思います。あ、そうだね、お父さんとお母さん仲が良すぎたから離れないんですよ、もうこうやって。なるほど。離れないのを見るともうお父さん指がもうくっついていくわけです。なるほどね。あんまうやになってるからもう離します。はい、じゃあ今日から今日から指、親指だけね、お父さん指だけ、そう斜め、斜め、お母さん指はちょっと離して、俺なんかもう、半分一人暮らしで、こんなに離れてますよ、見てください、くっつき、こんなに離れてますよ。田畑さんは離れないんですよ、お母さんとまだ、これ、この意識ですかね。あ、なるほど
ね、やるはずやすさ。あたとえびがや。あたとんの。で、それで、田畑さんも80歳、もう81になりますけど、うん、iPad ももう無理かなって思っていた矢先に、最近、急に変わって、iPad 鳴らせと教えてと、うん、っていうようになったじゃないですか。どうして iPad、私が思うのは、三振がきっかけで、インターネットも iPad も、もう得意になる、好きになる、うんうん、どうしてかというと、チンダミも iPad で、うん、さっき教えましたけど、はいはい、メトロノームも iPad で、はい、リズムの取り方も、はい、分からないときは iPad で、はい、もう全部できちゃうわけです。あ、しかもこれからは田畑さんは iPad を見ながら、うん、YouTube を見ながら、うん、あるいは自分で録音して、うん、上達ぐらい記録に残すことができるわけです、ね、もうカメラに自分で撮ればいいわけですから、夢広がるね、夢広がりますね。アッキーさんのような、これをみんなに教えたいな、はいはい、いや私はね、今まで整体の整体の、はい、治療もね、整体の治療もやっていたんです。いろいろその病気の治療か、そういう治療の関係やっていたけど、やっぱり目的はね、みんなが元気になってほしい、笑顔に、そしてダメだと諦めをね、乗り越えて、ああ僕にもできるんだという夢をね、広げてほしいなと。自分が今回の体験で、ね、20年諦めていたこの三線、三線、これがこう弾けるようになるということはね、みんなが同じ夢を見て叶えられない悲しみから一つの夢がね、広がるんじゃないかなと伝えていきたいな。そうですね。そしてやりたい人にね、直接こうだーだって対話しながらね、話しみたいね。そうですね。本当に気分の連鎖、はい、気分って映るじゃないですか、はい、私田畑さんからいろんなことをあの教えられているんですけど、私もよく自分で思ったことを何かやると引き寄せる、はい、例えば野菜を作ると、農家の人が友達、今まで農家の人と友達いなかったんですけど、はい、今農家の人が一番友達増えてるんですよ、はい、そしたら今日みたいに、あ、これ力でとかでいろんなことを教えてもらえるじゃないですか、はい、でその時に田畑さんが引き寄せの法則を信じてるとは、次のステージは思ったらポンってくるって田畑さん言ったんですよ、はい、もうすぐだよ、思ったことすぐポンとやってくるよと。でそれをその法則をちょっと私も自分で経験したいなと思いますね。そうだね、うん、自然の法則といった方がいいかもしれないけどね、全ては縁なんです、うん、縁によっていろんなものが起きる、うん、それを縁起って言うんですよね。縁起ですね、うん、だから私たちがその縁にはいい縁と悪い縁がある、うん、いい縁を求めていけばいい縁が近づく、うん、悪い縁を求めていったらね、うん、悪いことしか来ない。だそのように縁というのは触れることによってそれの関係ある現象が起きる、うん、でもそれは心の持ち方でね、人間には選ぶ権利がある、うん、そうすると俺ならんさと思ったら悪い縁だから、この縁は下がらなきゃいけない。そうです、ね、あれ上等はさ、本当内部さっさと思ったらこれいい縁だからすぐ飛びついていい、うん、そうするとこれが次々次々いいことが起きる。でいいことが全部自分がいいなと思ったらみんなやってくるのよ、うん、これが引き寄せの方法、うん、だこういう原理が分かるとね、人に会うのも楽しいし、話も楽しいし、また悪い話しなくなる、うん、いつでもいい話、うん、だって先祖親コーヒーやうて先祖出て言わんでしょですね。ねえ、うちの割ったおっかの口癖が、よくきっかけっていうことを言ってたんですよ、はい、きっかけ、母ちゃんや農焼きやこれなじきてとか、これをきっかけにしてこうなったと。だからそれからずっと死んでから、うん、きっかけっていう言葉をたくさん使っていたなと。だから私は三線がきっかけでインターネットが楽しくなるとか、三線がきっかけでインターネットで発信したらこういう仲間が増えてきたとか、そうそうそう、全部きっかけっていうものと、あとそれといい出会いといいいい出会いとか、あ、縁でも、いい縁と悪い縁があるって言ったじゃないですか、はい、それも、感じたのがですね、やっと最近感じたのがいいなと思うことは合尾がプラスあるんですよ、はい、こっちに行きたいと思った時まさに感じたのは畑ですね、うん、畑を始めたらなんかいろんなご縁が、はい、出会いが、はい、
こういうご褒美なのかって感じるようになる。でこっち行こうと思ったらブレーキがかかるのもいっぱいあったんですよ、はいはい、よしこれやるぞと思ったらなんかいろんな問題が起きたりとか、うん、トラブったり調子が悪くなったり、あこれは今は待ってよと、ちょっと待っておけよっていうサインだなと感じたり、うん、だからもうまず初めてまさか私がこんな畑をやることを想像もしなかったんですけど、あ今はそういうタイミングで、それから三振、それからインターネット、あこれが3つやっと絡んできたんです、うん、やっとですやっぱりよ奥さんは偉い。あきっかけという言葉を使ってね話を進めるというのは、きっかけが仏教用語でが縁起なんです、うん、あきっかけが縁起なんですね。そしてきっかけによってしかいろんな現象起きないでしょ。だとないいきっかけにするか悪いきっかけにするかも選ぶのは自分だから、自分さえちゃんとすればね、いいきっかけ、いい出会い、いやだから私も今半分一人暮らしじゃないですか、うん、したらこうやって自由にやってるから、うん、したらみんなが言うんです、奥さんが偉いって言うんですよその通り普通の人はこんなに理解できないと、気ままに、うん、好きなことばっかりやってでよく言われますよ。で田畑さんこれからもう80歳沖縄戻ってきたのは平成元年、そして、あれから64年の月がある、え違う、もう平成元年だからごめん30年、経ちますけど、これからの夢って何ですかね田畑さん。一時は母ちゃんも失ってからさ、もう何もないんだから生きていたってつまらないし、早く行きたいなと思っていたけど、2年前ぐらいまで今一つの夢、一つの願い、思いがねこうなんていうか実現していくわけよね、うん、その実現は全部自分の思いということに気づいたわけ、うん、そうすると長生きしようと思えば長生きする、うん、で生きていればいいかじゃなくて、あれもしよう、これもしようという趣味を持つ、趣味を持つ、その趣味がね、自分を育てる、長生きさせる、健康にする、いい養材なんですよ。だから自分に合った趣味との出会い、その趣味を楽しむ生き方、そして希望を持てばね、長生きするんじゃない、120まで、もっと生きるかね。だから私も最近畑やるようになって考えたのが、趣味っていうのを種子、種、うん、趣味という種をこう撒いていたら、はい、いろんな花が咲くし、はい、やりたい夢の花に実がつくっていうのを最近、そんなまずやりたいこと、夢が花、はい、夢の花に実はなるんだなっていうふうに思うようになります。あんたすごいね。畑やったらから感じる。いや仏教でそれ書いてる。あそうなんだ。花咲かして実つけてるでしょ。でもそのために木がないって感じでしょ。木はすぐはい持ってきてじゃなくて、やっぱり種がないと木にならないんだ。このように種という原因を植えたらね、縁に触れてさ、芽が出て成長して、水やったり太陽に当たったり成長するでしょ。このように成長して実が、花が咲き実がつくでしょ。これは因果の法則で、原因があってね、因果関係、縁に触れてね、結果を生む。だから、いいですね。だから私がですね、またさらに畑始めて3ヶ月ですけど、皆さんと違うのは、農家の人は種をまきますでしょ、はい、私は、種をまいてる感覚じゃないんですよ、はい、種の反対はネタ、はい、ネタをまくわけです、はい、だからトマト、今10本のトマトから100本増やしたんですよ、うん、これはすごいなと自分で思うわけですよ、うん、じゃあ今度もっと増やして今度は200本、うん、10本のトマトの苗から200本増やしてもう山中トマトを植えようと、うん、そんなふうに考える、これがネタになるわけです、はい、これが発想の転換というんですか、ね、はいはい、やっぱりね、トマトの種を植えればトマトがつく、これだけ植えればいいなっていうのは、これは植えれば生えて、生えたら実がつくっていう原理は変わりはないけど、ここからどう思い、どう増やし、どう広げていくかっていう。そうそう、修羅よ修羅畑。
Thank you.